どうも浦さんです。カタくんだよ。浦さん、はい、突然なんですけど、SNK のグッズって欲しくないですか？いや欲しいけどさ、まあ、福袋の時もお世話になったけど、SNK オンラインショップ、で買ったらええやん。まあそうなんですけど、実はですね、東京の秋葉原に、SNK の人気格闘ゲーム、ザ・キング・オブ・ファイターズ15のポップアップストアっていうショップが実は出店されてるんですよ。おお、すごいな。はい。さらにですね、そのショップでしか買えない限定商品とか売ってたんですよ。すごいすごい。まあ東京やけど、ちょっと見に行くか。じゃあ行きたいよね。SNK の世話になってるしね。行こう行こう。ただ、もう閉店してます。ないやねんその情報。意味ないやん。おお、言うね浦さん。意味ないよ、終わってんねやろ。言っちゃうね。違うんですよ浦さん、ここで浦さんの伏線が解消されるんですよ。伏線あった？ありましたよ。なんと、この SNK オンラインショップ、浦さんがねお世話になってる SNK オンラインショップで、実はこの限定商品が購入できちゃうんですよ。おお、そうなんや。はい、じゃあ実際どんな限定商品があんの？逆に聞くけど。逆にどんな商品があると思う？どんなんがあんのやろ。パッと見出てけへんけど、まあでも、まあ、最近出て嬉しかったさ、あの福袋ね。そうそう、福袋嬉しかった。若キースのあのアクリルスタンドはあるんちゃうの？定番やし。浦さん、あるんですよ、アクリルスタンドが。アクリルスタンド多分あると思うよ。待望のね、KF15 に出てきた39のキャラクターが、なんと、アクリルスタンド化されてるんです。全員？そうなんですよ。なのでね、お気に入りのキャラクターを購入してね、自身でこうオリジナルチームを作ったり。ああ、いやいや、3人ね、揃えて。もしくはもう好きなキャラクターだけ集めてね、こう楽しんじゃったりとか。なるほどね。できちゃうんですよ。あ、それはええやん。でもさ、実際値段って何本くらいするんだよな、アクリルサンドって。多分2、3000円くらいするんちゃうん？違うんです、浦さん。お手頃な価格になってるんですよ。ちゃんとなってんねや。SNK さんもちろん考えてますよ。税込みで、なんと、1万円切ります。1万円切る？結構大きいやん、値段。なんと1320円です。ああ、ほんま手頃やね。安いでしょ？誰でも集めやすい。そうやな。スタンドなんでね。福袋と違ってガチャじゃないもんな。ぜひともこれを購入してほしい。なるほど。はい。他には何かないの？浦さん。これ何があると思う？あった。ないやろうな。あ、でも部屋飾りたいのとか欲しいかも。パネル系？パネル系かな。浦さん。ありますよ。やっぱそれありますか。なんと KF15 のメインビジュアルとなっている、A3 アクリルパネルっていうものがすごいございまして、この主人公のね、春英とか伊勢田とかがね、デザインされている、こいつ。めっちゃいいやん。ちゃんと額縁のあったもう中古感ぴったりの。やつなんですよ。それいいやん。はい。お値打ちなんやろうね、多分ね。皆さん、驚かないでくださいよ。あ、期待してしまいます。なんとね、SNK さん頑張りました。頑張った。おお、よかったよかった。税込みで、1万1000円。高っ。おい高いはやめて。1万1000円。高いはやめて。ちょっとこれ停電はなと思いまして、村さん向けにも用意してますよ、ちゃんと。俺向けちゃんと用意してくれてる。用意してますよ。なんと。アクリルミニパネルっていうのもご用意しております。お、各キャラクターのクライマックス必殺技のこことっていう登場の場面をね、使用したものがございまして、いいよ、全15種類、そのまま飾るのもよし、マグネットとして使うもよしで、機能性もバッチリなんですよ浦さん。これ一緒。これいいな。はい、これちょっと値段気になるね。気になる、どう思う？予想は。いやでも結構クライマックス超必殺技のやつやろ。ええ値段するんちゃう？かっこいいし。これはほんま。ただね、SNK さん、頑張りました。さっきも頑張って言ってなかったから。頑張りましたよ、今回も。今回頑張った各賞に謝って、やりましたよ。ちゃんとやったよ。税込みで、今回はね、1万円切ります。1万円切るよ。825円。安い。安いでしょ、今回は。これは安いだよ。15種類なんでね、集めやすいと思うので、好きなキャラクターを集めて、飾っちゃいましょう。ええやん。さらに、部屋に飾るのにぴったりな、タペストリー、ビーツタペストリーっていうのがありまして、こちらもね、KF15 の女性キャラクターが集まった、最高のやつがあるんです。魅力的やね。はい。さらに、歴代 KOF の主人公が勢ぞろいしました、ポスターでもない、タペストリーでもない、アートなキャンパスがぴったりなデザインに仕上がっております。なんとですね、
KOF ヒーローズ F6 キャンパスボードっていうのもあるんです。へえ、そんなもんあんねんな。ぜひね、興味あれば手に取っていただければと思います。パタ君、他には何もないんかいな、うん、皆さん、うん、逆に何があると思いますか。なんやろうな、いろいろ出てきたけどな、うん、あでも定番の T シャツとかあるんじゃん。皆さん、うん、あるんです。そりゃあるやろな。T シャツがあるんですよ、うん、あると思う。KOF15 のね、各、うん、キャラクターをデザインした T シャツが、うん、なんと7種類もあります。結構あるね。なんかね、アテナちゃんをデザインしたね、萌え萌えな、オラさんにはぴったりのやつがあったりとか、ぴったりちゃうやろ。あとは画廊のね、うん、3人が揃った T シャツだったりとか、かっこいいやん。あります。ねえ。かっこよくない？いいよ、いいよ。ね、サイズも、L や XL といったね、うんうん、あと2種類のサイズしかないんですけども。あ、そうだよ。1種類もあるんです、サイズが。ああ、ありがたいよね。最高でしょ、これ。いいよ、いいよ。実際に何本ぐらいするの、この T シャツは。気になっちゃうか、やっぱ。そこは気になるな。言わずじまいに行こう思ったけども。何本やったの。大体 T シャツやろ、うん、3000円前後じゃないの。おおおお、ようやくか、ようやく分かったか。やっとロさんと SJ の気持ちが一つになった。あ、よかったよかった。税込み5500円。おお、そんな感じか。おい、どういう意味それは。そんな感じか。まあと言うと思ってて俺も、うん、だからね、もう一個あるんです。あ、着る系が。あ、俺の気づきがもう一個あるんです。おお、楽しみやな。なんとね、浦、うん、さんの大好きな、うん、クローネンをデザインしたパーカーがあるんですよ。クローネン全然知らんねんけど。クローネンですよ、浦さん。パーカーか。でもパーカーは結構いいかもな。こっちもさ、ちゃんとね、サイズが2展開されてるんで、うん、L と XL。お、助かるわ。大丈夫や。ただ金額、うん、金額もね、うん、頑張りましたよ。パーカーやで、浦さん。パーカーやろ。いくらすると思う、パーカー。パーカーやから、ほんまに5000円ぐらいちゃうの。おお、なさ、うん、今回ばかりはね、SNK さんマジで頑張りましたよ。マジで頑張った。頑張ったよ、ほんまに。ようやく頑張ってくれた。ようやくいた、失礼。おい。実はですね、うん、なんと価格が税込みで1万円を切っちゃうんですよ。高いしね。切っちゃうんです。なんと税込み7700円。あ、結構すんな。パーカーよ。お願いします。なるほどね。ね、うん、パーカーもめちゃめちゃこだわりがあるんですよ。へ、腕にもねデザインされてたり、パーカーで分厚すぎずね、うん、秋冬はもちろんもうずっとね、うん、年中着れちゃうんじゃないかっていうやつ。へそれはありがたいね。はい、なのでね、もし気になっていただく方がいれば、うん、細かくサイズも書いてあるんでね、うん、T シャツもパーカーもちょっとぜひチェックしていただければなというふうに思います。クローネンやからな。おい、かっこいいよ、クローネン。で、はたくんよ、うん、いろいろね、商品言ってきてくれたけど、はたくんの一番おすすめって結局何やったの。おすすめ、うん、浦さん、うん、深くに何があると思う。また何やろな。でももうすぐ夏やしさ、暑なってくるしさ、うん、フェイスタオルとか欲しいな。タオル、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 浦さん、うん、あるんです。そりゃあるやろね。使い勝手いいもんな。あるんですよ、タオルが、うん、なんとですね、うん、39人のキャラクターがね、デザインされた、めちゃめちゃやばい、言っちゃうよ、タオルがございまして、キッチンにも、うん、バスルームにも使い勝手がいい、おう、ちょっと大きめの、へぇ、フェイスにしたらちょっと大きめのタオルがございます。ほうほうほう。はい。値段も気になるね。心配してますか、うん、心配してましたか、値段。そりゃそうや。値段がなんとですね、うん、今回1万円を切っちゃうんですよ。分かったから、それもう切るのは分かったから、もういいから、それは。なんとですね、うん、今回本当に手頃な税込み、うん、2200円。めっちゃ安いやん。俺それ買おう、そこ買おう。おー、一番いいわ、今日話聞いたから。なんて言いました、今。そこ買おうかなと思う。アウトオブスタック。なんて、アウトオブスタック。なんてそれ。これはね、日本語に訳すと、うん、完売。完売しました。売り切れてんの？マジで？どうやらね、うん、僕らが今これを見てる段階では売り切れてます。うん、そりゃそっか。再入荷の予定も分かりません。マジか。これは分かりません。ただただ、浦さん、うん、そんなしょげないでくださいよ。実はですね、本当にお勧めしたい商品があるんです。ほうほう。本当に、うん、たくんバイヤーが厳選した。あのおすすめしたいものがあるんです。気になるな、それ。はい、先にね、もうね、うん、値段言っちゃいます。内容言ってくれる。税込300円。安っ。買う。内容聞かんでも買う、うん、これはですね、うん、リザルトステッカーというものでございまして、あのキャラクターがね、うん、勝利した後の決め表情をデザインしたリザルトステッカーとなっておりまして、うん、小ぶりサイズで、うん、アケコンやノート PC、
タブレットのカスタマイズにぴったりなんですよ。へえ、いいやん。さらにスマホや、モバイルバッテリーにもおすすめしておりまして、もうついつい集めたくなっちゃう。全39種類、あ、結構あるね。どうでしょうこれは、まあ、値段お手頃やからね。はい、簡単に手が出るね。出るでしょ、出るでしょこれは、ね、これ出ちゃうねこれは、はい、その他にもね、なんと、書き下ろし系のグッズも揃っているんです。へー、あの有名なトンコさんや東京太郎さん、また大張雅美さんなどの書き下ろしアクリルパネル、またキャンパスボード、これだからね、あるんすよ。へー、あるんすよ浦さん、超かっこいいんでね、ぜひぜひこれをチェックしてほしい、その他にもスウェットとか、T シャツもまだまだあるんでね、気になった方は、ぜひ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 、チェックして購入しちゃいましょう。はい、さらに、送料なんですけども、あ、それ気になってた、気になってましたか、実は送料はね、ちょこっといただいております。まあそれしゃあないわな、本当にすみません、その送料で勘弁してください。しゃあない、それはしゃあない、さん、ちゃんとね、あの補填といいますか、ちゃんとね、なんていうんですか、考えてくれてんねや、考えてくれてるんです、ちゃんと。実は1万円以上買っていただければ、送料はいただいておりません。なるほどね、はい、1万円で無料ってことだよね。そうなんです、だから、まあ、T シャツ2枚、買ってください。なるほどねっていうかさ、はたくんめっちゃなんか今回さ、SNK の商品をガンガン俺に勧めてくるけどさ、俺と皆さんにね、皆さんですよ、なんか SNK 貸してもらってんじゃん。え、金でももらった、うらさん、もらってませんよ。めっちゃ勧めてくるやん今日。僕がね、SNK 好きすぎるこの善意です。善意、僕善意でやってます。善意、うさんくさいな。うさんくさいはやめて。善意でやってるんですよ僕は。もう SNK さん好きすぎて、もう自然と口からこう出ちゃうんです。出ちゃうやん。はい、まあ世話なってるしな俺。なってますよ、なんでね、先ほど申し上げたように皆さん、はい、ぜひぜひ買っちゃいましょう。そうやね、はい。村さん、なんかここまで紹介してきましたけども、気になる商品グッズありますか？いや、まだその300円のその何やったっけ、安いやつ、300円やつもいいし、いや、やっぱこんだけ商売で300円のやつ、まあ、畑くんバイヤー的にはおすすめしてましたけども、一番のあれが一番ですか？まあ、ごめんごめん、いいやつは、今ちょっと売り切れてたけど、フェイスタオルとか、はい、あとそうやな、あの、アクリルスタンド、アクリルスタンドいいね、あれちょっと気になるな。これが好きなアクリルスタンド、何かいいの、誰やろうな、やっぱね、渋いところで吐いてるんとか、欲しいなとか思いましたね。ちょっとキャラってね、ちょっと寂しいよね、やっぱ3キャラ欲しいからね、やっぱ、まだクラークとワルフとか、あの94メンバーみたいな感じで、なるほど、そんな感じでね、皆さん集めちゃって買っちゃいましょう。わかりました。さあ、こんな感じでいいですか？はい、はい、ということでね、普段僕らは、ゲーム実況してるんですけども、僕はこういう形で紹介しましたが、もし興味があればゲーム実況を見ていただければと思いますし、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後のさん、一言お願いします。まあ一刻も早くね、はい、フェイスタオル入荷してください。 SNK さん再入荷お願いします。わかりました。はい、それではさらばじゃ。